はい、皆さんこんばんは。僕はですね、今、三重県から、名古屋に来ています。この NC750X に乗って名古屋まで来ました。今日の昼前にですね、今日はね、2019年1月19日の昼間に、バイク屋さんから連絡がありました。そうです、バイクの納車の連絡です。で、今ね、その名古屋にあるバイク屋さんに向けて、この下取りに出す NC750X に乗ってバイク屋さんに向かっているところです。とにかくね、寒い。もう一番寒さの厳しい時期に納車になりましたけど、今からね、納車が楽しみです。本当にね、この NC とも今日でお別れなんですが、やっぱりそのまあ別れてしまうっていうことよりも新しいバイクへの期待の方が大きいですね。寒いなぁ。寒いなぁ。この NC ね、なんかね、加速がいいんですよ。なんかなんでだろうと思って、多分ね、軽量化だと思う。いろんな部品を外したからね、一番重いのはエンジンガードで、多分3キロはあったはず。鉄製スチールのあんな太い大きなパイプだからね、あれだけで5キロまではいかないとは思うけど、4キロ近くあるんじゃないかな。4キロぐらいでしょ。で、LED フォグランプが、まあ1キロはないけど、ハンドガード左右でしょ。だから多分全部で5キロぐらいは軽くなったと思うから、なんかね、加速が良くて、あれ、なんでこんな加速いいんだろう。何にも変わってないはずなのに、と思ったら、そうだ、それだよ。さあ、桜通りを抜けてね、19号線から大染方面に向かっています。やっとここまで来ました。ああ、このまま寒い中走ってやっとここまで来たね。ふうさ、でもカイロを貼ってきて、普段こんなん使わないけど、カイロのおかげであったかいよ。さあ、このバイクともお別れか。5年間、ありがとう。さあ、いよいよバイク屋さんが近づいてきました。本当にあともう少しです。そしてこの NC ともお別れで新しいバイクに乗り換えます。本当にその時が来たんだな。バイク屋さんはもう目の前のはずです。お、見えてきた、あのマーク。来た。こんにちは。こんばんは。今まで、今までは、まあ、僕、新しく、なんとかありますね。
さてと、お気をつけて。ありがとうございました。本当お世話になりました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。お気をつけて。はい、ありがとう。はい、どうもありがとう。はい、ついにこの日が来ました。はやぶさ GSX1300R を納車しました。ついにね、はやぶさが僕のものになりました。もうこのバイクではすでに800キロ走ってるから、慣れたもんです。いいなぁ、最高だなぁ、この感じ、ふわーっとこう走ってく感じ、たまらんなこれ。かぁ、いや素晴らしいなこの感覚。手に風が当たらないから寒くない。たまらんな、惚れ惚れするな。ブレーキのタッチからこの加速する感じ、ふわっと加速していく感じ、すごいなこのバイク。でこの迫力、この大きさ、すごいなぁ。はやぶさで初めての共有、納車のあるあるですね。え、ちょっと待って、何これ。ランプがついとるよ。え、ちょっと。あ、入っとるわ。あ、びっくりした。そうか、これね、さっきね、エンジンがかからないんだよ、焦った。
でクラッチちゃんと握ってるのにかからない、なんでと思ってさ、と思ったらサイドスタンドなんだね。だからこのバイクって普通さ CBR だったら別にサイドスタンド出てようがクラッチはまあニュートラルにさえしとけばいいわけだから、クラッチをちゃんと握ってサイドスタンドを払ってそれでようやくエンジンがかかるんだね。あー寒くない、うわ NC よりずっと暖かい。いやーこれはカウルの効果絶大だな、全然寒くない、こんなにも違うか。本当に楽しいこのバイク、もうアイドリング聞いてるだけでもうワクワクする。バイクってこんなに楽しかったっけって思わせてくれるもん。もうこの音たまらんよこれ、本当奥のものになったんだなこのバイクが。この大きさね、迫力あるもん。もうこうやって本当に普通に信号から発進するだけでもすごい本当に楽しいよ。はい、名古屋で GSX1300R はやぶさを納車して三重県まで戻ってきました。もう本当にいいバイクでね、少し走っただけでももう惚れ惚れします。もうエンジンかけるときさえ惚れ惚れするほど、これからが本当に春になってきたらね楽しみです。これからこの新しい相棒といろんなところにツーリングに行って、たくさんたくさん楽しみたいと思っています。元ブログもね何度かこういろんなことに挑戦できたらなと思っていますので、それでは皆さん今日はご清聴ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは。